ヨガをしたことがある人は必ずと言ってよいほどする太陽礼拝。この一連のポーズの効果は身体をすっきり目覚めさせ、血流促進、代謝アップで脂肪燃焼、ストレス解消、脳の活性化、その上更年期障害にも効果があるにもかかわらず、手首、肘、肩に支障がある方、シニアの方にはとっつきにくいポーズが含まれています。今回は太陽礼拝のゆったり版で、シニア、初心者、怪我の方も安心してできるバリエーションを紹介します。1日に3回でも繰り返して行い、効果を実感してください。ではまず両足を腰幅と同じくらいに開きます。手のひらを合わせて息を吸いながら両手を天へ、息を吐き両手をハートの前に、そしてそのままゆっくり前屈します。無理はせず膝を曲げても良いですし、ハムストリングが痛くないように。息を吸ってコアを使って胴体を床と平行に、息を吐いてもう一度ゆっくり前屈し、両手が床につくまで膝を曲げ、息を吸って右足、そして左足を後ろへ、膝を曲げ、息を吐き四つん這いのポーズからお尻をかかとにつけ、チャイルドポーズ。息を吸ってアップワードフェイシングドッグの代わりに牛のポーズで胸を広げ、息を吐いてダウンワードフェイシングドッグの代わりに猫のポーズで背中を丸め、次に息を吸って右足前、左足前、そして胴体を床と平行に、息を吐いて前屈、膝は好きなだけ曲げてください。とにかくリラックス。息を吸って両手を天へ、背骨がすっと伸びた感じを味わって、息を吐いてゆっくりと両手をハートの前に。これで1回目終了です。さて2回目、手のひらを合わせて息を吸いながら両手を天へ、息を吐き両手をハートの前に、そしてそのままゆっくり前屈します。無理はせず膝を曲げても良いですし、ハムストリングが痛くないように。息を吸ってコアを使って胴体を床と平行に、息を吐いてもう一度ゆっくり前屈し、両手が床につくまで膝を曲げ、息を吸って左足、そして右足を後ろへ、膝を曲げ、息を吐き四つん這いのポーズからお尻をかかとにつけ、チャイルドポーズ。息を吸ってアップワードフェイシングドッグの代わりに牛のポーズで胸を広げ、息を吐いてダウンワードフェイシングドッグの代わりに猫のポーズで背中を丸め、次に息を吸って右足前、左足前、そして胴体を床と平行に、息を吐いて前屈、膝は好きなだけ曲げてください。とにかくリラックス。息を吸って両手を天へ、背骨がすっと伸びた感じを味わって、息を吐いてゆっくりと両手をハートの前に。太陽礼拝3度目挑戦してみましょう。手のひらを合わせて息を吸いながら両手を天へ、息を吐き両手をハートの前に、そしてそのままゆっくり前屈します。無理はせず膝を曲げても良いですし、ハムストリングが痛くないように。息を吸ってコアを使って胴体を床と平行に、息を吐いてもう一度ゆっくり前屈し、両手が床につくまで膝を曲げ、息を吸って右足、そして左足を後ろへ、膝を曲げ、息を吐き四つん這いのポーズからお尻をかかとにつけ、チャイルドポーズ。息を吸ってアップワードフェイシングドッグの代わりに牛のポーズで胸を広げ、息を吐いてダウンワードフェイシングドッグの代わりに猫のポーズで背中を丸め、次に息を吸って右足前、左足前、そして胴体を床と平行に、息を吐いて前屈、膝は好きなだけ曲げてください。とにかくリラックス。息を吸って両手を天へ、背骨がすっと伸びた感じを味わって、息を吐いてゆっくりと両手をハートの前に。